今週のテーマは防災意識を持って早めの避難、土砂災害の危険性と防災対策。避難の呼びかけ、安全の確認。6月は土砂災害防止月間です。集中豪雨や台風による河川の氾濫や土砂災害への防災意識と備えを、梅雨を迎えるこの時期に改めて確認をお願いします。県は土砂災害から県民の命や財産を守るため、砂防堰堤や崖崩れ防止のための施設整備などを継続して進めています。令和4年度にも住宅近くの崖が崩れないように対策した急傾斜施設や、令和元年台風第19号による被害を受けて整備された砂防堰堤が完成しました。地元の方々からは土砂災害から家が守られるための施設が完成して安心したなどの声をいただくことができました。さらに県は地域の方々や関係機関と連携した取り組みや、土砂災害に関する情報発信も行っています。県では土砂災害警戒情報システムで土砂災害危険度情報を公開しています。大雨が降り続いたら県や気象庁、市町村から発表される情報をこまめに確認しましょう。日没後の避難は視界が悪く大変危険です。外が明るいうちに近所の人たちに声をかけながら早めの避難を心がけましょう。毎年6月は土砂災害防止月間です。県では土砂災害警戒区域を公開していますので、大雨シーズンを迎える前に身の回りに潜む危険な場所や避難経路を確認しましょう。自身や大切な人の命を守るために常に防災意識を持ち、早めの避難を心がけましょう。岩手ワンコ広報室、次回もご覧ください。